どうも下駄花尾です本日のテーマは遺骨を灰になるまで仮想できますかっていう、えー、こういったご質問にお答えしようかなというふうに思っております、えー、結構ねあるんですよはいで仮想、えー、場職やってた時もですね灰、えー、に なるまでちょっと仮想できませんかというねあのー、ご相談とかもねあのー、結構ありましたはいでそしてインターネット上でもやはり「あのー、もう肺にできませんかと?えー」とそのいわゆるねそのお骨上げの時のある程度この人の形になっているあの状態以上にもう完全に肺にできませんかねっていうご質問これ結構ねちょくちょくありますので、えー、それにお答えしたいと思うんですがえー 実はですねこちら結構明確にもう答えが出ております。はい。えー、残念ながらできません。ということです。はい。えー、これにはですねいろんな要因がありますけれども、まあ、そもそもですね、えー、日本国内の火葬炉ね、火葬炉実際に火葬するその設備ですよね、えー、その設備自体がその骨を肺にするまで、えー、ずっと火葬の火を当て続けるという、えー、その耐久性 がございません、はい、そこまで何、えー、でしょうこの耐えうる設備としてまずそもそも作られていないんですよ皆さんはいなので基本的にはできないということになります要はその炉が壊れちゃうっていうことですねはいだからできませんということですえでもねと下田さんちょっと待ってよとなんかあの僕私俺は なんか見たことあるよ、インターネットでと。なんかよく海外とかで、あの例えばアメリカだったら、あの、そのね、異肺ですよね。あの、ドラマとか映画とかでね、その骨壺があって、その中にも肺になってて、こうサラサラサラみたいな感じでこう、海に撒いたりとかしてるの僕見たことあるよと。あの、肺になるまで焼いてるじゃないと。できるんじゃないのとね、あの、思っていらっしゃる方いるかと思います。そしてネット上にもね、結構、あの、アメリカでは、あの、肺になるまで仮装してとか書いてあるんですよ。 実際に、はい皆さんねで、書いてたら、あ、そうなんだなと思うじゃないですか、皆さん、実はそんなことないんですよ、欧米であってもですね、もう基本的にほとんど、仮、え、装、ー、した場合ね、仮装した骨を次ね、あのー、粉砕するんですよ、粉砕して粉にしてるんです、あれ。え、そうなのわざわざと、えー、思われた方いらっしゃるかと思います、そうなんです、わざわざそうするんです。はい えじゃあその灰ね粉状にするために焼き切るんじゃなくてそのミキサーでねその粉砕する理由は何なのっていう話なんですけれども遺骨を灰になるまで仮装するってものすごい時間かかるんですよ皆さんものすごいかかりますはいものすごい時間がかかるってことはどういうことかそれだけ燃料費がかかります何倍も燃料費かかります皆さん じゃあ、ね、その何倍もかかる燃料費をかけて、えー、しかもその炉の、えー、耐久性もね、えー、考えて、えー、そこまでやって灰にするよりも、えー、ある程度その日本でもねお骨上げでそのお箸でサクサクとこう割れるくらいのお骨の状態までしてあとは粉砕した方が早いんですよ時間も早くて実は燃料代もかからないという。 大体いいこの辺をですねあの説明するとあの肺になるまで仮装するっていうのが結構そのなんでしょうコスト的にも時間的にもあのかなりかかってしまうということは、えー、理解できるんじゃないかというふうに思っております。はいまあ、なのであのかといってねじゃあ日本ではもう遺骨は肺にできないんですかと。 えー、言うとね、そうでもなくてですね、そのご遺骨をですね、あのー、まあ、粉砕して灰にするという、えー、そういう業者さんはいらっしゃいますので、あの、肺にされたい方は、えー、そういったところで、えー、ご相談してみてはいかがでしょうかということです。はい。ということで、あのー、遺骨をね、その肺になるまで焼けますかっていうのは、あのー、無理ですよということを、この動画でお伝えをさせていただきました。ではまた仮想では 皆様からの質問をコメント欄より募集しておりますどしどしコメントの方お待ちしております